どうもスカイピースイエーイ。まあ、ジンタンは頭は良くないでしょ。まあ、フリシはしてるけどね、一応。フリシってなんだよ。人間の潜在能力っていうのは IQ にあると僕は思っている。だからめちゃくちゃ頭いい人でもクイズは解けないとか、めっちゃバカだけどクイズは解けるとか、うん、っていう IQ ってそっちの頭の良さっていう、切れる、頭が切れるとか言う、はい、よく言うじゃないですか。そっちだと思うんですけど、人間の 1% しか答えられなかった入試試験問題があるんですよ。ジンタン IQ ならこれ解けるんじゃないかなって。いやいや IQ 低いやん俺。わかんないよー。マジです？どこなの？解けたの？解けなかった。無理だー。いや、なんかね、俺テオ君より勝ってっから無理だよ。どういうこと？劣ってるからだ。そう、 1% で、Google の入試問題とかもあって 1% しか答えられなかったらしいよ、人間の。だからもう勉強とか知識量とかじゃないんだろ。違う視点から見たっていう感じよ。なるほど、ね、だから正解は正解なんだけど、いろんな捉え方のある正解、それをちょっと人体にやってもらおうかなと思います。俺の天才なとこ出しちゃうかー。これなんと30秒なんですよ、考える時間。そういう問題ですか。30秒でここで最長勝。あーたあた、いきますよ。ある人間が、はい、鶏を8ドルで購入しました。800円。うん。そして9ドルで売りました。うん。そしてその後10ドルで鶏を買い、11ドルで売りました。うん。このある男は何ドル儲けたでしょうっていう。単純に頭いい人とかだったらまあそう答えるなっていうんだけど、ちょっとこれは違う視点で考えてほしい。ああ、なるほどね。まあシンプルにあれですよね。センポレになんか売り買いとかしてて、なんかその男は結局自分が買ったお金より高く売れてるってことで、うん、なんか4、5ドルくらいはなんかいけそうな感じ。適当すぎて、そんなんすぐ落とされるから。4、5ドルとかないから。でもやっぱり俺はですね、それを投資してると思うんですよ、やっぱり、はい、あの鶏っていうのは、はい、卵を産む、はい、鶏は鶏っていう生物だけじゃなく卵を産んで、その卵が生まれ、そして鶏がひわとりになり、ひよこになり、そのひよこがこう産みってやって、こう連鎖ができてきて、うん、いずれはそのニワトリで大稼ぎする可能性もあると。この問題は何年スパンでどれくらい稼ぐかっていう問題にはなるかもしれませんね。なりませんね。あ、その場でですか。その場ですね。その場でですか。じゃあ8ドルで買って9ドル。いや、適当に4ドル。適当にやんないで。 OK、 分かった、ちゃんとやらせて。8ドルで買って9ドルで売った、10ドルで買って11ドルで売った、さあいくら儲けた。わかりました。2ドル。2ドル2ドル。理由は8ドルのニワトリを、うん、9ドルだった、うん、1ドル儲けたプラスで、そして10ドル買って、そうすると自分の手持ちが10ドル買って、11ドルで買ったら、うん、もう1ドル増えたと。まず10ドルのものを11ドルで売ったんだよね。そう、10ドルで買って11ドルで、うん、ってことは1ドル多く売れてるってことですよ。買い値より売り値の方が1ドル高くなった、計2ドル儲けた。俺と同じ答えですね。おー、ちょっと国語が天才ってことですか。いや、俺が天才だよ。とりあえず天才どんですか。国語がちょっと振らないやろ。10ドルで買って11ドルで買ったんだよねって。いや、両方買ってるやん。2ドルって答えた人はその投資家の仕事向いてるんだけども、うん、合格にはならないらしい。なるほどね。これ 1% に入る人の答えは2ドルの損失なんですよ。なんでかっていうと、8ドルで買って9ドルで売った、10ドルで買って11ドルで売ったじゃん。これを全部間切ると、結局8ドルで買ったやつを11ドルで売ってる。8で買って9で売って、10で買って11で売って、結局同じ鶏が11ドルで売れてるわけ。だから最初に買った8ドルで11ドルで売れる鶏だったのよ、それが。だから11ドルで売ってたら3プラスになるっていう考えで、そいつは2損してる。めっちゃ頭いい人だね。話し合ったのって、この答えは何だって。ああ、こんなバカみたいなやつじゃなくて、あ、もっといろいろ知ってるやつが、頭いいやつとかめっちゃ話し合って、最終的にこの男は2ドル損してるっていう話になって、それが 1% の答えらしい。俺たち YouTuber ももしかしたら事務所に入ることで何円損してる、何円めっちゃ闇の話だよ。
1から5の瓶があります、うん、1から5の瓶1,2,3,4,5と振られた瓶がある、うん、その中に錠剤がね何粒か入ってます。で1,2,3,4,5 の中のどれかの中の全部の瓶は汚染されている、うん、で普通の錠剤と汚染されている錠剤を区別するのには情報は重さだけなんです。重さだけ、うん、通常の錠剤は 10g で汚染された錠剤は 9g。 はいはいはい。 1g 軽いんですね、汚染されてると。うん。でその汚染された瓶を当てるために重さを1回だけ測っていいと。おお。どういう測り方をすればその1から5の中で汚染された瓶を見分けることができるかっていう。何それあんの？それ方法ありましたね。まあまず瓶、はい、瓶の中に数十それの粒の数は均等なんですか？いや均等じゃない。適当な10粒あれば11粒のやつもある。うん、そうそう。いやむずそれ。なんだそれ、めっちゃむずいわ。だから瓶全部乗せて1個ずつ乗せていけば均等だったらズレが生じるじゃん。しかも一度だけなんで、例えば1個の瓶を置いたらもう1個の重さ出ちゃうんで、せーのでパッて1回だけ乗せることがある。それでどう見分けるかっていう。重さが 9g なんだっけ。そう、汚染されてるやつだけ 1g だ。軽いんだ。普通は10なんだけど汚染されてるのは 9g。 その瓶の中に入って粒の数は数えれるんだったよね。いや数えれない。数えれないから分かんないのか。そう、重さだけで。なるほど、ね、数えれるけど。なるほどね。なる、数えなくてもいけるってことね。うん。そっちか。そっちの考え方か。もう噛んでいくぐらいしかも俺にはもう術がないんですよ。落ちるよね。落ちてしまうね、そんな人は。噛んでいくっしゃってこうナルトみたいな感じで。ああもう噛んでいくっしょってイメージが入んじゃない。てー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 って入んない。全然入んない。失脚部分でもうこれ受からないとお母さんの病気が助からないと思って考えてほしい。もうクソの夢のところで分からんもん。自分が知るのか。努力はできる。全部の錠剤を瓶から出して1の瓶をこうやって、うん、でそして測りに行って、正常な薬だったら 10g ってことでしょ。 10g ってことはぴったりな数字が出るわけ。そのまま足していくと1回しか測らないと。この時点でまあ1回落ちたけどね。一度落ちたけどね。問題聞いてましたって言われたらもう落ちる、落ちてるからね、そういう人は。いや怖。そんな質問された時にはもう聞いてましたけど聞いてないと思ってました。逆に行くしかない。 1% よマジで。そんなめちゃめちゃいい線いってるけどね。でもそれ思いつくんだって。うわ俺は 99% か。いっぱい入りてー。よかった、俺 99% でいいもんっていうやつだもん。ダメ、そんなやつは YouTube で上がれないよ。見損なうとこだったよ。ね、試されてたんだ。試されてた。はい、わかりました。わかりました。この問題、はい、僕にはわかんない。よろしい。シッシッ。もうその 1錠乗せたら 10g とかぴったりの数字が出るんだよねっていうのは合ってます。1回の数字で見分けるかというと、うん、1からの瓶は1錠、2からの瓶は2錠、3からの瓶は3錠、4から4錠、5から5錠でパッて乗せます。全部が正常だったら 150g になります。1錠100で、あ、10g でしょ。2錠で 30g、 3錠で 60、 4錠で 100、 4の瓶4錠、そうで、5の瓶5錠だから150になる、うん、これが148だったら、ん2個。そう、あそうなの、2の瓶だ。 3g 少なかったら3の、 4g だったら4っていう。計算的にはもう小学生でもできるでしょ。4だから4引けば、うん、4錠のうち 4g 少ない。はぁ、確かに。これが 1% のやつ。すごいな。これはまあどこの入試試験かわかんないんですけど、うん、最後に出す問題は Google の入試試験問題。吊り橋があります。夜なんで懐中電灯がないと渡れません。目つぶって渡ればいいじゃんとかなしで。で4人組いました。懐中電灯は1つ、そして懐中電灯が使えるのは17分で、4人のうち1人はめちゃめちゃ足が速いから1分で渡りきる。もう1人のやつは2分で渡りきる。もう1人のやつは5分、もう1人のやつは10分、うん、で17分で4人を渡らせる方法を考えてくださいっていう。あ、で2人までしか渡れない。その橋は3人一気にとかは無理。1人でも渡れるし2人でも渡れるけど3人じゃ渡れない。え、じゃあそもそもでもじゃあさ、あれだよね、懐中電灯1個しかないってことじゃん。1個しかない。ってことはじゃあ1人の足速い人が1分でこう行ったとしてまた戻んなきゃいけないんだよね。そうだね、1人で渡ったら。うーん、ふぅ
考えるぞ。今からかい。1分の人と10分の人を一緒に行かせて、うん、1分の人と10分の人どうにかしたいんだよな。10分の人をどうにかしてせかすことはできないのか。はい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 、怖くない怖くない、懐中電灯投げるみたいな、そういうことの話じゃない。あ、そういう話じゃない、そうじゃないもんね。一応聞いてみて、じゃあ恥ずかしい。一応ね、試験科もちょっとこうなってたからね。あ、今行こうとしてた。お前大丈夫、会場するみたいな。やば、あ、聞いただけで。危ない。あ、よかったよかった。危ない危ない。でもさっきの考えで言うと、なんかもうちょっと頭いい考え方がありそうなんだよな。バカに諦めちゃったか、うちの相方。全部の組み合わせを試したかい。人間は考えて考えるから成長していくんだ。すぐ投げ出すんじゃない。君は正解したの。ああ、正解してないかい。してない。でも君はすぐ諦めてしまう。頭を使うとダメだダメだ、俺はダメだ。考えてみてはどうだよ。たまには俺は考えてなかったんだ。そうだって今やり方は分かったんだよ。自分に弱いままじゃダメだ。相棒、あと3日くれ。了解。3日間止めるなよカメラを。分かった、僕は用事があるんで出かけさせてもらう。君は横にいてくれ。考え続けるんだ。横にいてくれ。負けるなよ。横にいてくれ。俺の横にいてくれ。俺の指揮官だ。こいつか。そいつだ。悪いが、僕は用事がある。君が来れない理由は僕が説明させてもらおう。彼は諦めていないと。ソニーの方に理由かっこすぎだろ。しょうがない、うん、まあ君が諦めないで3日やるっていう意思を見せてくれた時点で君の勝ちで。優しいな。ぬるいな。これこれですね、うん、1分と2分のやつまずいきます。はい、2分かかりますね。2分のやつ戻ります。まさか2分がまさかの、まさかの戻ります。うん、4分です、うん、で2分のやつが懐中電灯と10分と5分のやつを当たります。で10分と5分も当たりますね。じゃあ10分かかってますんで14分、1分ガン出します。15、1分で15、こっちにいるのに2分、一緒に行けば17分。すごい、うん、確かにこれが 1% の人間だ。この問題をバカみたいに考えるのが俺たち。え、10分のやつせかせねえのって言ってるのが YouTuber。 なるほどね。で、10分のやつ行って2分のやつ戻ってって考えるのが Google。 YouTube そうやってできてます。素晴らしい。Google の上で俺ら踊らされてた。違う、うん、そんな言い方しないで。バカと天才が手組んで最強に世界を盛り上げてる。ああ、そういうこと。優勝です。そうや、この考えをできたのが YouTuber で唯一僕だけっていう話。どういうこと。最後まで見てくれてありがとう。最後うまいこと言っちゃってるね。デューチー。天才だけでもダメだし、バカだけでもダメだ。協力し合ったこと、最高の世界を作っていこうぜ。次回のスカイビューサークリスマス区切りますってゲームが面白すぎた。今夜また来ますけ。アインストー。